皆さん、久しぶりのザラです。こんばんは、シカノマです。今週も1週間、せーの、お疲れ様でした。爆買いしてきました。秋冬シーズン、周りと差をつけるために重要なのがレイヤード術ということで、今宵はですね、秋から冬まで使えるデザイン性が高くて着回しがしやすいザラ購入品紹介やっていこうと思います。防寒重視でシンプルになりがちな秋冬のコーディネートを彩ってくれるユニークでおしゃれなアイテムっていうのがザラにはたくさんあります。今回本当に何買うか悩みました。いっぱい試着したし、でもマジでこれは当たりだし、もう長く使えるアイテムがたくさんあるので、ぜひ秋冬服何買うか悩んでる方さん参考にしていただけると嬉しいです。それでは早速始めていきましょう。本日もゆっくりしかのまでお過ごしください。ちょっと今日髪の巻き方失敗しちゃったけど気にしないでくださいというわけで紹介していこうと思います。もうこれ可愛すぎませんか。こちらラインストーンボタンサテンブラウスを購入しました。光沢のある生地感でゆるっと着れるんですけど、ちょっとお高めのディナーとかでも着ていけそうな品のあるデザインです。生地はかなり薄くて軽いです。そして下着がね、少し透けるので、これがちょっとデメリットかなって感じました。リボンがついていて、大きめの丸い襟がついています。こんな感じ、全てのボタンがストーンになっていてかなり華やかです。なんだけども、このグリーンの色合いの深さっていうのが上品さとね、うまくバランス取れてるので、大人っぽくなりすぎないところがいいところ。私がね、体型的にカジュアルなファッションが似合うので、こういうね、デニムとうまく合わせて、まあ綺麗めカジュアルっぽいコーデにしてもすごく決まると思います。こういうね、ブラウンジャケットと合わせるとちょっとクラシックなね、レトロっぽいコーディネートにもなって、私好みです。でさっきリボンしてた部分を軽くちょっと下の方で結んであげると、より大人っぽさが増すと思いません？次がジャケットなんですけど、こちらです。じゃじゃん、こちらフェイクレザージャケットの L サイズを購入しました。革ジャンって可愛いのに動きづらくない？まあ、結構定番の革ジャンってショート丈で、本当に風を通さない分厚い生地っていうのが多いんですけど、これはね、あのフェイクレザーで、こんな感じでお尻がね、すっぽり隠れるかなりロング丈でございます。ちょっとね、薄めですよね。で、裏めくるとこんな感じで起毛っぽいんですよね。なので結構あったかいんですよ。けど冬これ1枚じゃ絶対寒い。でも見てこんな感じで、結構ね、身幅というかサイズ感がね、大きいのでゆとりがあるでしょ。だから中にね、ヒートテック着たり、あのパーカーとか合わせてもめっちゃ可愛いかもって、フード出しても可愛いと思うし、秋冬のね、メンズライクなコーデとしてすごく活躍すると思います。で、今デニム履いてるんですけど、こんな感じでショートパンツと合わせてロングブーツと合わせてしまっても、丈感が長めでお尻もね、すっぽりと隠れるので、ワンピースみたいに着ることができます。私のスマホマックスサイズで一番大きいんですけど、これもすっぽりと入るし、まあ、近場出かけに行く時とかかなり楽ちんじゃないでしょうか。で、今この下に着てたこの白のトップス、これめっちゃ使えるよ。これがね、1枚で着てもすごい可愛いんですけど、ショート丈のレイオン T シャツでございます。今回 L サイズ買った、 M 着たんですけど、めっちゃピチピチやったけん L にした。これがですね、よく見ると切りっぱなしのようなデザインで、こんな感じでかなり薄めのカットソーです。ちょっと裏の生地みたいな感じの切り返しも真ん中にあったりと、よく見るとね、おしゃれなカットソーなんですよ。で、これ丈は短めで、結構ね、色は透けるタイプです。くすみのない白カラーなので、顔の色もね、すごいパッて明るく見えるし、私はね、ちょっとレイヤード用として買ったんですよ。生地がね、すごい薄いから着膨れせずに重ね着ができるんですよね。なので、ちょっと私みたいにね、重ね着したら結構ごつく見えてしまう、体が大きく見えてしまうって方とかは、このカットソーめちゃくちゃおすすめ。とかとか、ジレとかがここ数年ですごい流行っているので、こんな感じで合わせてもシンプルで決まるし、伸縮性がすごいあるから、着心地もね、いいし、本当に動きやすいです。もう本当に、ちなみに白単体で着るとこんな感じです。まあ着れんくはないけど、やっぱ寒いです。くるっと回ってみましょう。どうでしょうか。使える使える。で、ちょっと次の購入品が、実際に着てみて、おや、これは合ってないかなって思ったけど、見て、一
見さ、シンプルなただのグレーニットワンピじゃないですか。これがね、なかなかあざといんですよ。というのも着てみるとこんな感じ。こちらケーブルニットワンピースでございます。これなんと首元がちらっと見えるデザインになってます。はい、ちょっとね、前かがみになると少し見えてしまうのではないかってぐらい意外と深めです。でもね、これ着た時にめっちゃあったかいと思って、しかも袖が可愛いとって、見てください、手首からまあ15センチほどフィットしてるんですけど、その後はふわんってなってるんですよ。ちょっとゆとりがあってボリュームのある袖になっています。袖部分がね、ちょっと曲線で丸みがあるデザインなので、ちょっと肩からね、まん丸として見えるんですよね。太ももよりちょい下、膝上ぐらいの長さですね。まあ私的に安心して着られるラインかなと思います。かなり深めのグレーカラーっていうのと、結構しっかりとした生地のニット素材なので甘すぎないんですよね。ちょっとね、このワンピース着てる女の子想像したら可愛いなと思って、私もチャレンジしてみました。まあ、アザティーです、こちらも。続いてがこちらのブラウンのスカートなんですけれども、いかがでしょうか、可愛くない？こちらサイドスリット入りミディスカートでございます。 XS のサイズを購入したんですけど、これでも少しウエストにゆとりがあります。なので結構ね、分厚めのニットをインしてきたりすることもできるので、秋冬のボトムスで大活躍しそうです。で、こんな感じでサイドスリットが入っているので、足もね結構前の方に開くし、こうやってね上からラインが入っているんですよ。これがねあることによって足がねまっすぐ見えますし、私的に着痩せして見えるかなと思います。そして好きなポイントが、このねボタンのデザインがちょっとレトロ調ですごく可愛いんですよ。そして嬉しいポイント2つ目が、この後ろ部分がゴムになってます。ここです。結構ねゆとりがありますし、ご飯をねいっぱい食べてしまった日でも苦しくないです。そして横部分がファスナーになっているので、履く時もねすごい簡単に履けます。カジュアルスタイルにも似合うので、下スニーカーとかでも可愛いかも。みんな見てください、コートを買いました。黒のコート、じゃじゃん。続いての購入品がこちら、ウールオーバーサイズコートを購入しました。オーバーサイズに着ようと思ったけど M でちょうどよかった、高いね。ウールのね素材を使っているので、すごく暖かくて着心地はいいです。 M サイズでもかなり大きめで、ゆとりもしっかりあるので、中に分厚いニットを着込んでも着ぶくれしなさそうで、ちゃんと両サイドにポケットもあるし、生地感もねかなり分厚くて頑丈です。で、袖の長さはこんな感じ、まあ萌え袖もではいかないんですけど、腕長い私の手首もしっかりと隠してくれるし、襟のねデザインも首をねスラッと見せてくれる広めのデザインなので、すごく可愛い。ふくらはぎのちょい下ぐらいまで隠れる長さですね。こんな感じでね、ロングスカートと合わせて裾部分だけ少し出して色遊びするのも可愛いと思います。やっぱね、黒の長いコートっていうのは絶対に1着持っておくと絶対に使えると思うし、足までねポカポカなるので、これはねちょっと買ってよかったかなと思います。で、この中に着てるデニムね、どうです、可愛くない？もうちょっと好み分かれるかもしれないんですけど、私はすごい好きな合わせ方で、なんとこれベストなんです。こちらはですね、デニム TRF ベストというものでございます。 M サイズ購入しました。秋冬じゃなくてね、普通に春夏も着れそうですよね。まあこれがね、まあ本当にシンプルなデニムベストになっていて、いい感じに襟を開けるとね、バランスの取れるこの V ネックの幅感というか、冬ねかなり周りと差をつけれるレイヤードができそうだなと思って買いました。まあこの魅力といったらやっぱりベストっていうところですね。まああんまりこれ単体で着なくて、私はジャケットとかコートと合わせてこの前部分のデニムを見せたかっただけなんですけど、こんな感じでカーキのねトレンチコートと合わせてもデニムのチラ見せすごい可愛いし、こういうね重ね着したいんですけど、私は結構上半身の分厚さがかなりコンプレックスなので、レイヤードしようと思って普通にシャツのデニム素材とかを着てしまうと着ぶくれするんですよ。だから袖とかねあんまり太く見えたくないから、こういうねノースリーブベスト型のデニムめっちゃいいなと思って買った。これも合うし、こういうね結構甘めのクリーム系のコートはどうだろうか。うん、合うね。結構デニムって何でも合うなってやっぱり実感したんですけど、夏とかも下半袖で着ることできそうなんで、レイヤードアイテムとしてね持っておいて損はしないかなと思います。次、次私の一押しアイテム紹介していいですか。ちょっとオートリーに紹介しようと思ったけど可愛すぎて今すぐ着たい。こちらです。
伝わるかな可愛さ。ちょっとね、実物は鬼可愛い。こちらベスト&ポプリンシャツでございます。伝わってください、お願いします。ポプリンって名前も可愛いんですけど、かなり耐久性のある生地で、前と後ろ部分のデザインがキルティング素材なんですよね。でこんな感じでスタンドカラーなので、首はねそんなに詰まって見えないと思う。近づいてみるとかなり個性的なデザインに見えると思うんですが、そんな癖のあるブラウスではないんですよ。丈はね長めで、チュニック風の長さですかね。でここの腰部分両サイドでリボン結びができるので、ウエストマークできますし、キルティングの部分と普通のシャツの部分2つのねデザインがあるので、まあ、重ね着してるように見えるんですけど、まあ、これはね一体型のくっついているブラウスになっています。ちなみに両サイドのリボン外すとこんな感じ、まあ、完全にストレートにストーンってまっすぐ落ちたシャツになります。まあ、坂道系のアイドルさんたちが衣装で着てそうなデザインだなって思ったんですけど、まあ、そういうちょっとね清楚っぽい静かそうな雰囲気があるんだけども、しっかりと意思があるっていう雰囲気が私的に醸し出されるかなって思うんですけど、いかがでしょうか。まあ、一応くっついてはいるんですけど、この部分とかは生地2枚になってるので、前とね後ろとかあったかいし、冬とかねかなり活躍するアイテムなんじゃないかな。続いてワンピースです。これかわいいよマジで。ちょっとかわいいのと深夜テンションで今日はおかしくなっちゃいますが、これかわいいんですよ。こちらもブラックのロングワンピースでございます。 M サイズ購入した。これ今年の夏もすごい話題になったワンピースで、それの袖ありバージョンです。襟がねめちゃくちゃ大きいんですよ。後ろこんな感じ。襟大きいんですけど、生地がねすごい分厚いわけじゃないので、上半身そんなにごつく見えないですし、ここウエスト部分でゴムで絞られているので、かなり着合わせするワンピースなんじゃないかなって思います。袖部分はボタンで留められていて、タックとかもね入っているので、かなり高見えする。高いんやけど、下のねスカート部分がだんだんって切り返しがあって、ティアードっぽいデザインになっているので、ふんわりしてるんだけども、このウエスト部分でマークされているので、とっても足が長く見える。着合わせ効果半端ないです。シルエットが鬼かわいい。黒なのに目を引くデザインですし、上品じゃない？すごく。しかもさ、襟が大きいから腕が細く見えない？こりゃかわいいわシルエット。この襟もですね丸いデザインではないので、可愛らしい雰囲気っていうよりも、まあどちらかというとかっちりとした雰囲気が出るので、まあ甘めのワンピはねあんまり合わないなって方でもすごく着やすいと思います。でさっきからちょっとチラチラ出していたこのローファーも今回買いました。ゴールドがねかなりゴージャスで高見えするローファーでございます。このローファーがですね私の大好きなかかとなしデザインで、すごく使いやすいんですよね。結構ねスキニーとか華奢なボトムスとも合わせやすいし、今履いている黒のワンピースとも合うし、ゆったりとしたねボトムスでもすごい大人っぽい合わせ方になるんじゃないかなと思います。続いての購入品が最後になるんですけど、最後はシンプルです。こちらの黒のトップスなんですけど、これいいよめちゃくちゃ。こちらベーシックニットセーターの M サイズのブラックを購入しました。これデメリットではないんですが、かなり薄くて軽いです。こういうねトップス求めてたんですよね。それこそ秋冬の季節ってレイヤードするじゃないですか。だけども私は上半身の分厚はコンプレックスで、これぐらいのね薄さのカットソーだと着膨れしないから欲しかったのよ。こんな感じでちょっとね下のインナーが見えてるぐらい結構透けてるんですけど、けど全く安っぽく見えないですし、いい感じの薄さなので、重ね着用に購入もしたけど、そんなにね寒くない日とかはこれ1枚プラスジャケットでもいいし、ほんと黒って無難で何でも合うので、さっと上からねジャケットを肩掛けしたりしても合うし、ギリ鎖骨が見えるような広さですし、本当にね肌触りもいいし、結構体にねフィットしたデザインではあるんだけど、袖部分とかもね意外とゆとりがあったり、まあ、重ね着とかでねネック部分チラッと見したい時とかすごく使えると思う。今デニムと合わせてるんですけど、これだけでもシンプルで可愛いよね。秋冬そして春までねかなり大活躍しそうなアイテムかなって思います。こんな感じで下に着るだけで可愛いんですよ。以上
ということで、ザラの個人紹介やってきたんですけれども、いかがでしたでしょうか。久しぶりのザラでしたね。まあザラっていうのは機能性というよりもデザイン性重視のブランドなので、まあ自分のね持っている洋服にスパイスを一滴垂らせるようなアイテムっていうのがたくさんあって、本当に言ったらまあコーディネートの主役になるアイテムたちですね。そういったアイテムがたくさんあるので、やっぱシーズンごとにねザラに行くっていうのはすごく楽しいなって感じました。何か皆さん気になるアイテムありましたでしょうか。ぜひ何かいいなって思ったものがあればお揃いにしましょう。ということで今日はこの辺にしておきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。